121番です、与えられているグラフは VT グラフ、特殊なグラフです。普通の PV グラフに直しましょう。1番です、A の状態は T0、V0 が分かっていて、1モル単原子分子理想気体、気体定数 R ですから、状態方程式を使って、この式を使って A の P と V を求めましょう。 A の V はV0 ですから、もう分かっています。この上のどこかです。あとは圧力が分かればいいんですね。この点の情報をここに入れてみましょう。圧力分かりません。体積は V0 です。 1mol 気体定数 R、 温度が T0 です。したがって PA は V0 分の RT0 となります。ここです。 V0 分のRT0 となります。ここが A 点です。はい、 B 点もやってみましょう。 B 点の PVNRT 代入します。 P が分かりません。 V が、V は 4V0 です。 N1、R1、T が 4T0、 したがって PB は V0 分の RT0 です。同じです。温度が体積が 4V0 ですから、P は変わりません。ここが B 点です。はい、C 点。同じように入れましょう。C、PC が分かりません。体積は 4V0 です。N が 1、R が R。温度が T0。したがって PC は 4V0 分の RT0。この4分の1です。4V0 分の RT0。温度は T0。体積は 4V0 ですから、ここの、ここになります。ここが C 点です。こんなグラフですね。で、C と A は等温ですから、C と A は反比例になるわけですね。反比例のグラフです。A から B は、これ通ってるんですね、こうね。A と B は温度と絶対温度と体積が比例していますから、 T 分の V が一定ということは、 T 分の PV、P が一定なわけですね。圧力が一定の変化が AB になります。 BC は体積が一定ですから、定積変化になります。こういう変化です。 A から B、 B から C、 C から A、 普通の問題になりました。はい、では2番から先を解いてみましょう。普通のグラフに直りました。W はデルタ U を求めるんですが、モルと R が与えられていますので、P デルタ V ですが、PV を NR デルタ T で置き換えましょう。P や V を使って答えるタイプではありませんので、こちらで置き換えましょう。これは単原子分子ですから、2分の3、NR デルタ T でいきましょう。はい、AB の仕事ですが、NR デルタ T です。1モルで、R で、温度変化は A から B へ、T0 から 4T0 へ、3T0 増加しています。よって、3倍の RT0。内部エネルギーの変化量は2分の3、1×R×ΔT は 3T0 です。増加です。ので、2分の 9RT0 となります。合計すると、2分の6と9で2分の 15RT0。はい、B から C は仕事は0ですね。体積変化がありませんから0。内部エネルギーの変化量は2分の 3R、温度変化がマイナス 3T0 です。マイナス 3T0 よってマイナス2分の 9RT0 になります。合計してマイナス2分の 9RT0。C から A は温度変化がありませんから内部エネルギー変化は0。ここが分かりませんね。C から A の間では外部から気体に対して仕事 W をした。だから気体は W0 の仕事をされたということになります。ここはマイナス W0、
した仕事と置いていますから、した仕事はマイナスダブルゼロ、ダブルゼロされたということになります。よってここはマイナスダブルゼロです。ここ確認してみましょう。ここは合計すると必ずゼロになりますから、なってますね。はい、あとは1サイクルの熱効率を求めましょうです。 E は得た熱はここですね、分の2分の 15RT0 分の、ここは全部です。仕事はこれ全部です。 3RT0-W0 となります。